飾北斎の名前の由来って知ってますか？ある職業の方に弟子入りをしたんですけど、下町の商店街感落ち着きますね。すごい夕日が眩しい。お、こんにちは、浜村ゆなです。私は今北千住駅に来てます。ということで今回も引き続き映画北斎とのコラボキャンペーン、葛飾北斎が残した名画富嶽三十六景を集めろをやっていきたいと思います。イエイ。いきなりなんですけどここで問題です。葛飾北斎は絵を精密に描くためにある職業の方に弟子入りをしたんですけど、一体誰だと思いますか？職業ってどういうの？八百屋さん。野菜描いてました葛飾北斎。描いてたかな。でもあれ大工とか。ああ、いい線いってますね、はい、橋とか描いてましたもんね、はい、違うんです。実は接骨院の方に弟子入りをして関節とか骨格を細かく学んでたみたいです。へえ、あ、そういうことです。人間の体を知るために、はい、接骨院の方が、まあ、いいんじゃねえかと。はい、そうです。接骨院の方に学んでより緻密に人物を描いてたみたいです。なるほど、それ面白いですね。突き詰め方がすごいですよね。すごいですね。ということで今回も頑張っていってきましょう。行きましょう。あったあったあった、ありました。 QR を取って、そうですよ、これでコンプリートですよ。あ、コンプリートしました。終わりましたね。終わりました。あとはじゃあシールラリーですね。シールラリーです。じゃあ行きましょう。行きましょう。東武チャンネル。いっぱいいますね。何屋さん？すみません。ここって何売ってるんですか？スイーツのアウトレット店です。アウトレット、はい、ちょっと安く売ってるってことですか？そうです。だから、ありがとうございます。安っ！なるほど。アウトレットってそういう意味。これ衝撃なんですけど、50円でプリン食べれます？え、これはちょっと1個買いたい。すごい。50円ですからね。もう買う気満々。果物入ってる。あ、ロールケーキだ。すごい。あ、こっちミルクレープ。端ってそういうこと。買いました。買いましたね。はい、覚えてます？何がですか？これからですね、はい、スタンプラリー、はい、3カ所もあるので、おどっかで食べますか。天気もいいし、ね、いいですね。じゃあ行きましょうか。東武チャンネル。下町の商店街感落ち着きますね。ね、キャベツ70円。70円安い。みかんめっちゃ大きい。お、商店街っぽい。あー、豆腐屋さん、ほんとだ。総菜風間。お、ちょっと一個売りしてる。え、ちょっと行ってみていいですか？めっちゃ美味しそう。え、ササミチキンめっちゃ美味しい。ありがとうございます。どうもいらっしゃいませ。どうぞいらっしゃいませ。揚げ物パラダイス買っちゃいました。揚げ物パラダイス、今日の夜ご飯に。あったあったあった、ありました。隅田川関屋の里。これをじゃあ1個目写真撮って、これが1個目ですね。北千住ブロック1個目は、こんななんか小通り沿いにあるんですね。ねえ、ストーローちょっと入ったところに。すごい分かりやすい。じゃあ次のところに行きましょうか。行きましょう。東武チャンネル。なんかありますね。
芭蕉、松尾芭蕉ですかね。ああ、あれ、まあ、あれじゃないですか、奥の細道的な。あ、ほら、こう書いてる。へ、奥の細道、この道がそうだったんですかね。うーん、お、あ、銅像が立ってる。綺麗ですね、一瞬こういうのがあるとね。本当だ、アジサイも咲いてる。いいですね、歴史にゆかりのある地なんですね、きっと。あ、あった、見えてきた。お、この絵も綺麗ですね。じゃあ写真撮っちゃいます。これで2個目ですね。千住浮世絵顕彰碑、千住花町より町方の富士。綺麗ですね。綺麗ですね、これ。住むとこあれですね、隅田川なんで。お、ちょっと散歩しますか。お、やった。でもそっちから行けばね、川沿いに行けない。あ、本当ですか、やっと、うん、すごい夕日が眩しい。50円とは思えないです。めっちゃ美味しい。東武チャンネル。お、もうこの辺ですよね、多分。ラスト。お、シールボディポイント。あ、あった。ラスト、ありました。武州千住。あ、すごい。これで最後ですね。知ってました？葛飾北斎って鎖国してる時代から海外でも人気あったんですよ。あー、なるほど。すごくないですか？日本でももちろん有名で人気あって、さらに鎖国してるのに海外でも人気あったんですよ。確かにそれすごいです。そうなんですよ。そんな世界中から愛されてる葛飾北斎の名前の由来って知ってますか？名前の由来？はい、いきなりなんですけど。あー、だってあれですね、北斎って名前変えまくって。あ、そうです、そうです。やっぱ葛飾北斎、頭もいいし、お茶目だし、頭の切って切れる方だったんですよね。まず葛飾はちょっとまあ、うん、葛飾って言ったらなんか、うんうん、葛飾なんですか。まあ、でも北斎、そうですね、北斎をちょっと注目してほしいです。北斎、正解は北斗七星から来てるんですよ。めっちゃかっこよくないですか？あー、その北斗七星をモチーフに北斎。なるほどね、ちょっとかっこいいですね、それ。かっこいい。なんか本当に葛飾北斎のかっこいいとこも面白いとこもいろいろ知りました。それってさ、俺分かんないけど、うん、北斗七星っていう感覚をその江戸の人たちは持ってたんだ。いやー、そこがどうなんですかね。どうですかね、分かんないですけど、でもそうやって星を見て北斗七星かっこいいな、俺は北斎と名乗ろうと思ったんですね、うん。まあ、頭モダンな人なんですね。ね、かっこいいですよね、本当にかっこいい。この北斎のシールラリー、うん、これ最後ですね。なんか寂しいです。そうですね、終わっちゃった。終わってきた。楽しかったです、知らない北斎さんも知れて。まだまだ勉強不足だなって思いました。全然一部でした、私も知ってるの。じゃあこの後はですね、うん、まずこの北千住ブロックであのシールをもらわないと。ああ、そっかそっかそっか、そうそうそう。だから北千住駅に戻ります、うん、シールを取るために。そうですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。イエイ、東武チャンネル。それでは3カ所写真撮ったので、こちらの千住町の駅でシール交換していきたいと思います。あ、こんにちは。すいません、写真を撮ったので、はい、シールに交換してもらいたいんですけど、はい、ありがとうございます。はい、ね、すごいですね。ありがとうございます。すごいですね。こんにちは、浜村ゆなです。私、はい、私すごい北斎が大好きで、はいはい、あ、本当、今北斎、あ、本当ですか、うん、嬉しい、嬉しい、仲間になれる。お友達になれちゃいました。北斎ゆかりの地を今回って、うん、スタンプラリーして楽しいです、ね、でもまだまだ知らないことあるので。あ、そう、はい、まあ、千住はね、北斎がね、こんな狭いところで3枚もね、描いてくれてる。
そっか、関東で広いところなのでね、千住なんてこんな猫の額ほど狭いところで、そっか、固まって3枚も描いたんですね。実は今でこそ36景というのはね、あのヨーロッパでジャポニズム旋風を巻き起こしたほど非常に芸術性の高いものだと評価されてるけど、当時はそんなことなくてね、じゃあ何だったのっていうと、これ紙で印刷できるんでしょ。あ、そうですよね、軽くて安くて、お土産として一番適してた。あ、そっか、今江戸ではこんなものが流行ってるっていうものを刷ってお土産に売ってたわけ。めっちゃかわいい。しかも1枚100円ですよ。これ買ってもいいですか？いいですよ。本当ですか？ちょっとお土産にして、これちょっと3枚もらっていいですか？すいません、ありがとうございました。もらいました、シールももらいました。あとお土産でポストカードも買っちゃいました。買いましたね。貴重な話もいただけて面白かったですね。面白かったですね。知ったらあれじゃないですか、全部揃いましたよ。本当だ、もう集まったんですね。すごい集まったので、この後浅草に戻りましょう。あ、浅草に、はい、でシールの方の景品があります。あと QR コードこれも全部集まったので、あれの景品ももらえますね。でいっぱいもらえる。その後ほらダブルチャンス、そうだ、ガラガラ、そう、あれもね全部できたからできる。どれかもらえるんですよね。嬉しい。なのでとりあえず浅草駅に戻りましょう。戻りましょう。東武チャンネルということで、ついにシール8個とあとキュアル8個集めたので、ちょっとやっとあそこで景品もらってきたいと思います。やっと景品です。行ってきます。すいません、シールとあとスタンプ溜まったので、はい、景品お願いします。ということで、こちらの台紙のシールの方ではこのセンス文字入りです。本当は文字入ってるんですか？はい、ここに文字入ってるんですよ。かわいい。 QR の方ではこのマスクをもらいました。なるほど。北斎さんの絵が描かれてます。マスクかけとかにもなるらしいですよ。あー、なるほど、おしゃれですね。あ、飲食時に声を出す際口に添えて飛沫を防ぎましょうって。かわいいです。ってことはですね、2つできたわけじゃないですか。2つできちゃいました。2つ。あ、ってことは、そうなんですよ、我々はですねビッグチャンスもらえるわけですね。ガラ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 、全てのものをここで使い果たしたいと思います。確かに。じゃあ行きましょう。やった、行きましょう。東武チャンネルフォトスポットも回ってスタンプも集めてシールも無事集めれたので、これ見せたらもう景品もらえるんですよね。そうです。あ、長かったですね。長かったですね。でも楽しかったんで、あっという間でした。いろいろ回ってビッグチャンスのやつね、もらいに行けるので、はい、浅草のツーリストインフォメーションセンターに行きましょうか。はい、じゃあちょっと景品もらってきます。こんにちは。この全部シールなりとか終わったんですけど、チェックしてもらってもいいですか？はい、これで大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。こちら引いていただいて、お、いいのが出た気がします。こちらはこちらです。あ、すごい、ご身長。神社好きの私にはとっておきのかっこいいですね。景品じゃないですか？大事に使います。そうですね。ちなみに他にはどんなのがあるんですか？はい、実物を見せてください。あ、かわいい、これトートバッグですか？はい、かわいい。あ、すごーい、サイノート、シナリオブック。あ、かわいい、すげえ、
かわいいのがいっぱいですね。こんなたくさん種類がいっぱい。でもお気に入りの場所にちょうだい。使います。はい、神社巡りに。うん、東武チャンネル。あ、お疲れ様でした。終わりましたね。楽しかったですね。あの、意外とっていうの失礼かもしれないですけど、意外と楽しかった。いや本当に私最初葛飾北斎が好きだからやってたんですけど、はい、なんか街ぶらしたりいろんなもの食べたり、犬猫とか会えたりいろんなものを食べたり、北斎さんのことも知れて、なんか結局ぶらり旅いいですね。今回ね、8個8個やっていく、なんか道中道中面白かったです。いや面白かったです。なんか歩くの好きかもしれないです。なんか好きになりました。奥さんのこともね、たくさん知れました。お墓面白かったな意外でしたよね。はい、本当。まさか葛飾北斎がこの辺の生まれで、うん、住みたくあって、はい、何回も引っ越ししてたりとか甘いもの好きだったりとか、これ意外と葛飾北斎って深掘りしたらもっと面白いかもしれない。本当に意外とお茶目な部分もあったりですよね、うん。まあ、詳しくは映画を見てください映画北斎とのコラボキャンペーン、葛飾北斎が残した名画富嶽36景を集めろ、ぜひ皆さんもやってみてください。バイバーイ。